キム・フレイジャーは、アメリカ合衆国、テキサス州ヒューストン出身のバスケットボール選手。ポジションは、ポイントガード。テキサス州ヒューストンの高校を卒業後、ペンシルバニア州立大学に進学。1年生から主力として活躍し、3年生時の2011から2012シーズンには、平均18.8得点47リバウンド6.2アシストを記録し、ビッグマイナス10の ファーストチームやオールディフェンシブチームに選出されたフレイザーだったが翌2012から2013シーズンの11月の試合でアキレス腱を負傷。結局同シーズンは4試合の出場に止まった。フレイザーは NBA 入りへのアピールを行うために大学に残り5年生となる2013から14シーズンもプレーすることなりビッグマイナス10のセカンドチームに選出され、 ボブクージー賞候補にも挙げられた。2014年の NBA ドラフト開催前のワークアウトでは数多くのチームから招待されたもののドラフトでは指名外となった。フレーザーは同年夏の NBA サマーリーグでフィラデルフィアセブンティー・シクサーズの一員として参加。さらにシーズンキャンプではボストンセルティックスのキャンプに参加するも開幕前に開校。 解雇後参加のメインレッドクローズに送られ、D リーグからプロ生活がスタート。D リーグで実績を作った後、2016年2月5日に、フィラデルフィアセブンティー・シクサーズと10日間契約を結び、NBA 入りが実現するも、24日にトーマス・ロビンソンと契約したことによる、ロースター枠の確保のために解雇。その後レッドクローズに復帰した後に、今度は3月30日に、 ポートランドトレールブレイザーズと契約。4月21日には D リーグの MVP と新人王を受賞した。しかし NBA では力を発揮することができず、2016年2月18日にブレイザーズから解雇された2016年3月19日、負傷者が続出したニューオーリンズペリカンズに10日間契約で加入。苦しいチーム状況下で奮闘し、26日に シーズン終了までの契約を結んだ。2016年7月10日にペリカンズと再契約。11月22日のアトランタホークスでは自己最多の21得点14アシストを記録した。2017年6月20日、ドラフト指名権とのトレードでワシントンウィザーズに移籍した。ありがとうございます。